こら。キューマートでね、キューマートス、あの西条デパートの同じ会社の。まだね、あのバスなんですが、11時45分ね、あの移動しても結構長いんでね、サウス公園ね、2時間前後あれば十分だそうです。今日一件残念ながらね、あの猿払丸ごと館が今日閉館日です。ここなんですけどね、これいろいろね、サルップのね、あるんですけどね、これね、まあ仕方ありませんね。もうなんか北海道でも今日から本格的にね、学校事業と、ね、教育関係がもう動いていますんで、私はまだね1週間になっちゃうんですけどね、まあ、とりあえずね、15時4分の鬼志別ターミナル発の中富別行きでしょうか。おトイレ行きはもうありません。中富別行きに乗車して、まあ、猿払公園前までね、約10分で、徒歩でね、浜鬼志別は徒歩でね、3キロ行けばあの漁協とかあるんですけど、ちょっと遠いんでね、無理はしません。あまり足痛めと思います。早速ねお伺いしましたら、あのこれちょっと腫れておりますでしょう、アブです、これアブです。もう自然ですからね、それはもう仕方ありませんけどね、自然なものなんで。アブは確かハマトンとエサシでもね、まあ刺されました。まあそこが自然なんですよ。まあかゆい、かゆいならね心配ないようなんで、まあのんびりと、キューマートありますんで、のんびりとね、キューマートあります。日曜日がお休みなんで。こちらね、サルフツ牛乳です。乳です、乳。牛の乳です。これがね、サルフツアイス。これバニラのね、黒糖です。これが私のね、牛の餌でございます。あ、コーラね、一本ですね。まあ、デー払いね、頼んだったんで、まあ、お金あまり手元に持ち歩いていませんが、中にはね、お金投資も現金しか食べないとこね、ありますけど、今はね、そういうことはやっぱり現代的にしていますね。現金はね、もう落としたりするともう返ってきませんから、他のことはね、正しい使い方していれば保証されますから、逐一で分かりますからね、何使ったのか、不正なことがされたのか。不正なことまずね、まずありません、ほとんどが。ある方が変なんですよ。まあ、オブでね、役場の方の手間をかかずに上がっていいということで、まあ意外とオープンですね、あまりには。まさかこんなにね行っていいこと多いとはね。ダメなことはダメですけどね。階段ありましたから、大地。やっぱりね、北海道来ました。自己責任でね、
熊でもね、鹿でもそうですよ、牛でも自己責任で行わないとね。昨日ね、お風呂入らずに寝てしまいました。入っていらっしゃってください。明日はね、終着点です。もう明日はもう、そういう時は経由のみです。いただきましたからね。もう、海岸と市街地に行きたいですね。まだね、泊まるとこ、明日はもう、全くの未定なんですけど。こちらもね、夏はうまいしね、もうすこともたすべてね、出られました。釣りの方もね、出られました。かね、かゆいんですよ、アブですよね、けがありません、ね、アブですよね、お風呂入ってます。まあ自然なんでね、俺もね結構だけど日にね焼けました。アウトドア楽しんでおりますけど結構焼けました。お金使わないねお金は使いますけどね使いますけどね、なんだディズニーランドいうSJ ね、一番最初ジャパンなので、金使うんだったらね、あんなとこはね、私にはね、もうこれですから、超営利企業ですからね、ね、行きたいという、足がなかなか進みません。そんな金使うのはね、肉でも食いますよ。例えばね、1万円 USC で使うならね、肉でも食いに行きますよ。私の考え方ですよ、それは。まあ、行かないともね、言われませんけどね。なんか値段上がるのなんでね、今度。USC のなんか年間パスポートなんか分かりませんけどね、人事件でしょうか。値段上がっても取ってありませんけどね、そんな私は別に関係ありませんから、ね、なんか値段高騰してるからね、私そんなことでね怯えています。食の値段が上がったからって取ってありません。私はサロス村お金持ちになりますよ。成功してね、お金使うとかありませんよ。お金使うとかありません。お金持ちになりますよ。お金持ちというのはね、使っていればお金って残りませんから。ね。アジアが金持ち、全員が金持ちじゃないじゃないですか。何万人いるか、そこそこのね、人口いますけどね。ブランドでね。持っております。東京の港区ね、これはもう日本の、ね、中心ですか。これはもう、今ごく普通だとね感じますけどね、まあそうやっても成り行きの方が多いですからね。話聞きましたら明日はね、要するに親の後継いでますから、要するに何のね平平凡元のね、されておりますから。ね、港区の場合はね、自ら、成金で築き上げてますからね、自分の力でね、そこが違います。成金でね、金持ちの間からしっかりされております。
話聞いてても分かりますよ。だそういう方とは、ね、話ありますわ、まあ、平凡とされた方とは話ありません。なんか実際これもこう貧乏みたいなサルスの兄っぽいっていうね、そういうことが昔あったようなんで、で今はね第3位の金持ちになりますからな。する方もいますよ。ですがね、まあ、漁協のホタテの漁の方はね、もう外から一切なく受け入れ行ってないようです。今ので十分だよね。まあこちらからすると稚内はね、大都会大都会だそうですね。車で1時間前後って、なんかルートがあるようなんで、まあ店舗宇都宮めちゃくちゃ、まだ実際バスが8秒になってね、まだそんなに期間短いです。昔なんか大武蔵までしかね、すいません、代行バスはね、山を私が行きましたね、サルスナサイドのところの道にね、バスで走っていました。曲がり淵というところなんでね、曲がり淵もう廃止になりました。尊栄の不具合予想ありますけど、多分私はダメでしょうね、乗車ね。村民限定、釣りに行かれたりね、お仕事行かれたり、私には旅館客で私には一人滞在ですね。あ、こっち何も開けて時間ね、そうです、私はもう掃除必要ないですよと連れてありますんで、だから掃除してくれるのに人もねいますからね。ゆっくりできませんから、ね、最初から分かっていればね、ビバウシのところ最初から私は分かっていて、10時から16時は滞在不可能ですということで分かっていて、昨年泊まりましたね。その前一件断られましたからね、何の悪くないよ私には。なんか悪くないね、悪くされるのつまらないやつね。じゃあ私は堂々としていますからね、まあ悪くしたわけでもないんですけどね、迷惑かけると私は全然行いませんから。
神戸では私徹底いじめられておりますからね。まあ相手が悪いんじゃないですか。文句言ってね、迷惑だから文句言われること、怒らなかったら私文句言うんですよ。それね、あの大きな声で迷惑だ、そんなこと、私いじめるのが間違いじゃないですか。バカ言ってますね。だからこれもね、我々も、はい、聞く権利、いる権利、それはどなたでも共通ですから。役場ね、役場の敷地は、まあ、村民ね、あのこれバターになってます、情報固まってる、これはこういうのがいいんですよ。うちのチッチの何だ、あの少しね浮いてると思います。これがその生クリームです。新しい証拠です。これいいじゃない、これ。まあこの後食ってからね、3時まで少しスーツケースちょっと片付けて、まあ、ほとんどがね、200、もう別なので3泊ですからね。もう札幌は、あの泊まるとこはね、確実なんですけどね。なので、まかないね、なんとか行ってる。まかない一般のなければ、もう札幌は行かない仕方ありませんからね。じゃらんから何件もありませんから、私は昨日、あの本日はもうね、ここらでのことダメなんですよ。本日はこっちは泊まってたらいいんですよ。まあね、そういうバスがね、運休なれば大変です。これはもう最も困ります。まあそれはまず何でしょう。あのあるもの全然見かけないんですよ、この国道238の。何だか分かります？何がないと思います？要するにね、濡れ団にがいき濡れ団にがいくとこですよ。分かりますよね、ラブホテルです。ありませんね、一軒も。全く見かけておりませんね。238に補助してきましたけどね。ありませんね。あの機械食べてね、塩分も取っていれば、痛みはありますから、ね、痛みはとだいぶまださっぷりありますんで、ハンバーグね、あのだいぶ食っていません、ほとんど。ちょっと胃がクチュクチュがあった程度でね、精神面からじゃないんで、それはいいですね。ね、冷房つけてないですよ。冷房ってありませんか。25度6の 56%。
まだ遊びます。虫払いの感じですね。まあ、私が話すのは20分ね。ちょうどいい食べ。これをね、ヘラいりますか、あのことで。ヘラ、何のことかわからないね。これスプーンのことですね。ヘラ、スプーンのことですね。まだ夏休み、一週間ありますから。まあ、お金を使わないね。使っていますけど、使うところがありません、第一。そういう旅でございます。最もレジャーで使ったのはね、登別の牧場とマルセップ。それでも3000円少々です。あとは、バスは移動はそこそこお金、5000円とか、でも安いでしょうね。タクシーなんかこんな5000円じゃすいませんよ、この距離。べらぼうに高いですよ。バスの値段ね。そしたら私で850円ですから。普通料金が1690円です。西別ターミナルから稚内ターミナルまで。そういうバス親切にね、中途半端なところで絶対ね止まりませんか。あのクソサンヤバスね、あの垂水東口の校舎、まあ、折り場ですけどね、向こう流でいう、私は校舎長と申します。中途半端なところね、役所のあれがどうも変です。あれね、あの乗車している方はそれでね、以前で便利になったということはありますか。バカげてます、あれは。あのターミナルまでね、バス持って行けばいいんじゃないですか。あのうざいね、客待ちにうんざりでございました。あの光景見るとこちらに私一人それが言ってないですけど、一人じゃない、お客さん一人。先ほどのバスね、あの若菜駅出発、私が明日に乗車するバスね、一人でしたからね。一人でしたから、うまいですね、これ。硬いのよりもね、多少柔らかい方が食べやすいですね。これはこう、とても硬いアイスよりもね、コーヒーじゃありません、黒糖だ。はい、間もなくね、11時30分なんで、15分後にバス出発いたします。これはおといね、浜トン行きです。浜トンじゃないですね、中トン行きですね。まあ、邪魔されずにね、かなりね、精神状態ね、侵されておりましたので、無理ね、もう2週間、ね、ごちゃごちゃしてなくて、
もう別は、ね、市でしたけどね、あのすっきりした町で。まあ思ったのはね、半額買いたいのはいずれもね、どの方も同じですね。だけどね、争う気はありません。譲れ合いがあります。ただね、半額ばかりませんよ。定価でも買う方はさっさと買われますよ。そこがやはり違います。定価の品物でもね、私がもう一回りしてる間にもう売り切れましたからね。それは名古屋でもそうです。やはり場所も変わればね、ところ変われば性格もやはり変わります。神戸のね、半額なればね、人がね密集するようなことは私光景見ております。購入したければね、定価でも買われています。迷っているともうなくなっちゃいますからね。まあ目的の牛乳もね飲みましたし、アイスもね買いましたし、これはね、まあコーラの入れ物にね、プリンの焼きはね、まあこれは北海道の東北、北海道でもレディーボーでも食いましたけどね、北海道来ました。北海道のアイスクリームね、あのオコップのヨーグルトね、残念ながら、まあオコップのヨーグルトはねありますんでね、催事の時でもね、たまに見かけますんで、それはね、期待していればありますから、おこっぺやつは食いましたよね。あの、別海のアイスはね、別海ですけどね、あれはもう別なんでね。まあ、今回ちょっとね、残念ながら、ネーブルの方がね、時間取れませんでした。最初はね、クジラとネーブルをお手伝いしますけどね、泊まるところとお休みだったんでね、でスケジュールをお使いコースに変更して、ここまでたどり着いたらね、これだけも日にちしようかしてしまいました、ね、この後ね、スケジュール組み入れようと思いますけど、お休みの日がありまして、今回ね、ちょっと残念ですが、民宿、昨年とった花咲ですかね、とてもオーナーさんいい方で、お話ね、行きたいんですかと話してたんですけど、スケジュールね、組めなくて、こちらもね、まあ、ところとスケジュールね、私も無理ね、1年前と違って無理と行えませんでしたからね、まあこれでもね、かなり無理じゃないかというね、見てらっしゃる方ね、ちょっと無理してるんじゃないかとね。これでもスローライフです。ゆっくりです。のんびりです。泊まるとこが2泊とか1泊なんでね、どうしてもバタバタに見えますけどね。スローライフです。まあ自然はね、楽しんでありまして、まあ、帰りはね、ラストは札幌で。前回行けなかったところに行きまして、札幌は少し時間取るようにしております。途中で私もう倒れちゃいましたからね、最後の2日病院で
その直前から回しね、もうダウンしましたからね。まあ札幌までならね、なんか神戸空港から安いチケットね、早割りで買えばいくらか、8000円でしょうか、8000円か7000円でね、ありますね。まあ、ピーチでもね、ありますよ。ピーチは別料金いろいろ必要ですから、結局同じぐらいにね、1万円の中に収まる時も収まらない時もいろいろですから、ね、まあ、そこはその時によって利用すればいいと思います。多分40分、あんまなく38分ですね。アブにね、刺されて、かゆいです。薬作ってもらおうと思います。あと、じゃあね、15時、まもなくね、バスって、この後ね、3時間バスありません。本日の確かもう3本目のバスですね、1日4本。あ、10分なんですかね。近道でね、どこか通れば5、6分で行けるということなんで、私自動車は乗りませんし、タクシーなんか使いたくありませんから、バスだって100円なんで、往復200円なんでね。手帳本当にいいですね、役に立ちます。まあ精神上のあれだってね、塞ぎ込んでいましたら良くなりませんから、まあ邪魔されずにね、まあ一人だと不便なこともありますよ、いいことばかりでもねありますよ、ね、まあね、羨ましいと思う方もねいます。確かにね、私見ていてね、いざね、神戸人がね、ここ来ますとね、文句言うでしょうね、ごちゃごちゃと。どこ行ってもね、言いがかりつけていますから、何回かね、まだ今回はね、神戸からの人間もつけてませんけどね、何回か昨年も来てましたらね、言いがかりつけていますから、田舎ならね、来なきゃいいんですよ。田舎が嫌なのね、雨かゆですか、かゆい、清潔にしてますよ。虫とかいますからね、もうこれはお風呂入ったからね、虫に刺され、それは絶対ありえないですから、確かにね、ノースリーブで余計に ね、今日も8月22日8月3週目ですかね、名古屋の市営交通の100周年から3週間経過しましたけどね、まだね、28まで1週間、ね、ありますと、まあ、あとはもう、稚内と札幌、まあどちらももう市ですよね、稚内、札幌と順番にね、大きい、まあ、大都会、まあ、こちらから分かるのは分かんないのは、やっぱり都会になりますから。まあ、ね、一応行ったところはね、別にいいんで、市街地ね、ちょっと見てみたいと思うんでね。バスを利用です、市街地はね。若根の駅までね、とりあえず行けば、なんとかなりますよね。15時ね、4分の、大西別ターミナル発のバスで、サルス公園にね、行きますね。後ほどね、まあ、楽しみにしてください。では、後ろさ、こちらまで止まります。